フロマージュのケーキ。生チョコ。ありがとうございました。めっちゃ美味しい。恋は突然やってきちゃったよって。あ、もうでもレイちゃんにはもう始まってるからな、恋は。確かにレイさんに恋してるし、可愛い。あれ、恋してるし、可愛いわ。全然でも目合わない。こっちにいる方と目合わない。目合ってもそらすもんな、うん、やっぱ話してもめっちゃぎこちない感じになりますよ、うん、マジだってだってだって確かに家帰ってからケーキありがとうございます。イエーイ嬉しい。夏まですぐなのに何にも。うわ、びっくりした。マンクスがいた。なんか後ろ、うん、前田レイコ。あ、まあみんなで配信嬉しいな。あ、すごい、中からなんかケーキの中から赤い血が出てきました。そんなこと言うたらみんな言います。こんばんは。生誕祭おめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとう。18歳やっけ。そう、18歳。まだ16かと思ってました。あ、そうやねん、よく言われる。でもほんまになんか16歳って言われても確かにいて、うん、え、あ、でもえ、なんか、うん、店員さんに高校生ですかって言われた最近。な、私も同い年ですけど、うん、全然言われたことないです。大人っぽいもんな。同い年に見えへんよな、うん、あと出口ゆいなも同い年。いやー見えないな。この年。ちなみに今日の生誕の手紙は今日のお昼1時13時前ぐらいに出来上がりました、うんうん、え、ギリギリですね。めっちゃ悩んでるやん。なんか昨日まだ書いてないって言ってんの聞いて、書いてなくて朝起きて二度寝してから書き始めた、うん、よく間に合ったな。確かに、うん、いいですね、同期愛感じました、うん、手紙。まさか書くとは。やっほー、2年連続同期や。去年、え、うん、去年、あ、違う、去年渚さんや、うん、あ、その前が小島か。いや、私も誰やろう、お手紙。7月誕生日なんで。ジュンさん書いてもらったことある？え、若ぽには書いてもらった。あなたがは？あ、目合ってる、目合ってる、目合ってる。え、覚えてない覚えてない。マジか。あの、うん、フロンティアぐらい。そうそう、フロンティアの時に若ぽに書いてもらった。書いてもらったことはないですよね。ないな、あんま書いたことない。あ、そうなんですか。うわ、誰かな、誰かな。まあ私ではないな。レイコだってなんか書いてもらったもんな。筋トレをしたことはあります。そうやっけ、去年レイさんいなくない。もうちょっと前じゃなかった。配信主がどっか行った。まあここは任せてください。ここは任せてください。1分、そんな、はい、飲み物取りに行ってます。やっぱ甘いもの食べたら飲み物飲んじゃう。おーい。そう、今日も楽しくやってます。しおりさんとお出かけしました。あ、昨日ほんまにの映画見に行きました。映画見に行きました。うわ、映画ってデートやん、もう。その後ご飯ぶっちらみたいな。ご飯も行っちゃいました。やっぱ行ったんか。いや違うね、しおりは映画行ったやつ、なんか、いや、なんか忙しいから帰りたいかなって思って忙しいんやから連れ回さんと普通に帰った方がいいかなって思って。まあまあ、日頃の行い次第ですかね。そういう空気になって、ちょっとそういう空気になっちゃって絶対流れで、もう映画まで行ったら絶対行ったと思ってた。なんで？え？聞けよ。映画何見た？なんかね、サイコパスってアニメの映画を見ました。ね、マリオ見たい。マリオも見たいよ。
ね、マリオ面白かったで。マジ飲みたいやん。そう、 MER みたいな。MER、 MER、 マリオの日 日本語版の方がいい。英語版あるんや。吹き替えの脚本がヨーロッパ企画さんや。あ、うん、そうなんや。そう、すごいよな。すごい。すごい。あの何回も見たことある。あのクッパがさ、うん、ビーチに歌ってるとこ。 そうそうあれいいよな。あそこはよく流れてくるけど、なんかそう思うとヨーロッパ企画さんとか、なんかそんなね、すごい、すごい人の。あ、ごめん。くちゃくちゃなってる。いろいろ。こんなど真ん中にペットボトルいることあります？あの、私が立ててる、この箱になってるんですけど、ジョニーさんが取って、倒れました。しかもこの箱なんですか？ホタテの縁側の箱。わ、食べたい。誰が食べてんの？誰がホタテの縁側食べてんの？誰が持ってきたんこれ。あ、お疲れ様でした。あ、 YouTube 今流れてますよって言ってますか？ちひ TV 公開中です。はい、今回は何の回ですか？マイティとスキダムシが球場で流れた時の観戦記。あ、これは聞かないと。もう NMB としてちひ TV 見ましょう。うまい。ホットレイちゃんは？ホットレイちゃん、うまいうまい。何ホットレイちゃんって？ホットレイちゃんは私の声とゲームをして熱々になってホットになって、ホットレイちゃんっていうチャンネル名です。下ネタやん。そう、まあ、確かにいろんな意味で熱くなるもんな。どういうこと？なるほど。なるほど。うまい。めっちゃおいしい。これちかひがさん、噛めば噛む。みんなショールームしてるんです。みんなで配信して仲良ちんすか。私も頑張ってバイオハザード配信します。ゲーム実況、ね、若ぽんチャンネルはどういう意味？若ぽんがチャンネルやってますワカポンチャンネルでもないんですよ。私のチャンネル名ワカポンなんで。ワカポンです。うん。なんですか？言ってください。今週の金曜日にストリートファイターの新作が発売されるから、ちょっとそれが気になってて、それをやろうかな。夢逃げ2023。6月の7日に。再演されます。いつぶりの夢人間？コロナ3年ぐらいかな、うん、コロナ成り立ての頃に1回やったよね。3年ぶりとかですかね。あ、そうで、これ言っていいかな、なんかファンの人がいろいろ疑問に思ってることを。回ってくれた。公演自体を全部やらないんじゃないかとか、なんかはしょるとかいう憶測がいろいろ立ってると思うんですけど、そういうわけではないです。そういうわけではないので、夢には逃げない公演です。素晴らしい。っていうことは伝えておきます。うん、わ、でもな、新幹線間に合うか。遠方の人はちょっとホテル取っといた方がいいかもしれない。何時開演なん？19時。あ、そうなんや。それはホテル取らないとな。取った方がいいかも。なんともやなって感じかも。でもその冠だからこそ、鶴さんありがとうございました。完全な夢は逃げないではない。鶴さん難しいな。あ、でも3年ぶりに劇場応募したやっていう方が、ありがとうございます。当たりますように。2個そう、泊まるの覚悟で。あ、サトシーありがとうございます。鶴さん、サトシーありがとうございます。アフタートーク込み。確かにアフタートークとかな。あってたね。もうめちゃめちゃ楽しかったです。生誕祭ありがとうございました。そうやね、やってみんなで立ち位置変えて、あ、そう、歌わりも決めてやってます。もう
みんな T シャツいっぱい着てくださったり、変なやともうみんなが青い色になってるので、もうめちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。楽しかった、幸せでした。楽しんでいただけましたか、皆さん。夢は逃げないをするということは、が、あのユニットたちはね、木の国屋書店、梅田本店で購入していただくと、そう、まさかのヘイちゃんからと手紙とシオリンからの手紙でした。どっちもまさかの限定で、クマクマそう、コールもめっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。こちらの方ね、超大きかった、倍率はもう高い、最高でした、ありがとうございます。飾り付けもめっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。めっちゃ可愛かった、ようにしてもらえるみたいなので、遠くにもう10人お住まい、そうやで、お住まいしてる方も9人になっちゃうねんな、聞こえましたよ、もういっぱい20人なんか思わずにぜひね店舗に電話して、しかもそんなに残るとは思わんかったよな、うちら確かにね、そう、コールありの生誕が3年ぶりやったんで、もうめっちゃ嬉しかったです。そう、でもあの配送ね、あんなにアンコールもいっぱいありがとうございます。伝えていただいたら、頑張って一生懸命アンコールしてくださって大丈夫です、嬉しいです。ちゃんとその DMM 配信でそこも全部見ます。やばいけど練習とか、ちょっとあの水田さんの特典付きでお願いしたいっていうのを言っていただいたら、ね、そう、電話でも行けるって、はい、そう、あの遠くに住んでる方は、その大阪にいらっしゃる方は幸せでした。こんなにね、れいちゃんってみんなが口揃えて言うことほんまないんで嬉しい。たーやん、ありがとうございます。たわーん、なんかリクアワンとできるので、最後の夢にゲー誕生日かなって思う、なんかって感じでね、パワーだったと。いや、ほんまにこれぞ生誕って感じでしたね。私も生誕って好きな、マジで。スタローさんステッカー欲しいんだけど、買おうと思ったんだけどさ、ポップも配信の皆さんにも気持ち届きましたかね。いつもよりはちゃんとカメラ目線しようって思ってしてたんですけど、もうちょっと映そこは映ってるかわかんないです。どうやろ、映ってたかな。研究生の時に絶滅黒髪少女でね、疲れ切った顔をしてしまったことがあったんですけど、伝説の画像がね、あれをね、逆転王子様もありがとうございました。10代やで、ほんと逆転王子様さ、うん、踊らずにコールしたかったらいいけど、しらほんまにしてよ、無理やしてよ。気になる方は調べないでほしいんですけど、アベアカの絶滅黒、そう、去年の生誕って生きてる方もいらっしゃってありがとうございます。もう嬉しいです、そのとりあえず生誕って着とかないとっていう、もう一生懸命な思いが嬉しい。最近でも若返ったって言われる、うん、なんか人妻って言われなくなった。お、いいよ、そう、決まった、髪切って若返った、いいよ、それ嬉しい。年々ね、年々若返って、うん、来年は18歳になろう。13歳、にわっちさん、まあ、私はもうすぐ髪色も変化があるんじゃないかな。キャンプテンパンダギリギリ生誕って書いた、ありがとうございます。8位がかっちゃんさん、あ、ドモンさん、パワー、6位がマチカネ、マジですか、5位がケラさん、4位 S さん、サキラさん、3位がユウさん、あ、ほんとや、ドモンさん、ありがとうございます。ゴジラス中、あ、ボム、7月号が、6月、ありがとうございます。あ、僕で売り切れました、ありがとうございます。オンラインではまだ売ってるんで、多分全然売ってます。ぜひゲットできなかった方は来て、あ、ゲットして、そしてきっとまた握手会とかあると思うんで、これからこの22歳の1年以内にあると思うんで来てください。ブリコすんなよ、
超絶アイドルやからいいだ。誰こそだよ、ね、お願いします。はい、じゃあ読みます。13位ジョンさん、ありがとうございます。12位マーニャンさん、ありがとうございます。11位みやびさん、ありがとうございます。10位ふっちゃん、ありがとうございます。9位てう、ありがとうございます。8位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。7位きみかちゃん、ありがとうございます。6位たかちゃん、ありがとうございます。5位トップティーのおしょう、ありがとうございます。4位ザワさん、ありがとうございます。3位ライフ、ライフありがとうございます。ライフさん。2位つるさん、ありがとうございます。1位さとしありがとうございます。皆さんありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがとうございました。もうほんまに幸せな生誕祭でした。幸せなお誕生日でした。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。22歳、もう今日のことを思い出して頑張ります。にゃー、またねー。